君たち4人には今回もラウンド方式でサマイス勝負をしてもらう。制限時間やラウンド数はこれまでと同じ。そして最終的に生き残った者が優勝だ。優勝者は出玉に応じた賞金を得ることができる。そして今回は同門対決としてこの4人に集まってもらった。ということで一人一人意気込みを聞いていく。まず梅橋、初のバトルリーグお、だから皆さんそんなイメージのは強いと思うんですよ。そんな音楽だった。そんな音楽じゃない。全然違う。まあとにかく多分まああの皆さんあの番組の人たちだなみたいな、はい、今日並んでる時も言われてるんで、はい、で、あの番組に関して言うならば、僕ねこの人たちそれぞれに僕がこう設定積もって頑張ってるのによくわかんない設定で負けたことが全員にあるんですよ。まあ確かに一個一個思い出せる。まあまあそうだね。俺がエヴァ、うん、小西浜ね。でファンキージャグラー並んでで、何回も夢かけつとか夢全部覚えてる。一生懸命6つ持って出してるのにまくられたっていうね定説、はいはい、なのであ、ね、今日は、はい、まあ、できればこう設定でしっかりこの3人を倒す、はい、で、それが無理だったら今度は俺が低設定の爆裂で、3人を倒したいと思います。なるほど、はい、じゃあ続いて嵐、はい、まあ、制限時間がいつも通りっていうワードがありましたけれども、僕はだいたい3時間か5時間なんですね。まだ6時間の領域に1本踏み込んだことがないので。優勝童貞だもんね。優勝童貞です。俺が最強のチェリーボーイだっていうことをお見せしちゃダメなので、まあ、今回は同門対決ということで、まあ、勝手知ったる4人の中で僕が一番強いんだってとこをお見せして初めての6時間体験しちゃうぞ。じゃあ続いて皆さん、はい、式でなんとか立ち回れないので引きでなんとか倒したいと思います、うん、はい、よろしくお願いします。一番怖いわ。怖いね。じゃあ最後、はい、まあ、15年前に本当によく勝ってた相手たちなんですけど、15年前だから覚えてないんですよ。俺は全部覚えてる。山さんのなんとかマンを打ったら出る記憶がある。ウルトラマンと、ウルトラマンとね、夢かけつね。そうね。で今山さんのなんとかマンあるんですよ。ありますね。スグルがいるんです。あれは違う。ダメダメダメ。もうダメだ。あれはダメ。まあそういうのがあるんで、まあ一発かけて山さんのなんとかマン打ってもいいですし、うんうん、まあでも朝からはいかないかな。まあ今回も優勝目指して頑張りたいと思います。4人は関係性というかその歴で言うと、歴で言うと1、2、3、4、生意気な後輩たち。年は同じ、年は君だけ下。そうそうそう、うん、で年がいくつぐらい違う。2個下です。2個下です。じゃあ、あの結構タメ口気味なのはもう別にそこはあれですよ。中学校だって許されたね。そうですよ。マジでもうボコボコですよ。絶対権力者ですよ。2個上なの。中3と中1でしょ。そう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 。もう なんかきっかけがあって、いや最初からタメ口すんの。なんかね、なんかいつの間にかタメ口でも、ね、俺とヒョウ君が半年ぐらいしか違わなくて、ミカちゃんその間だもんね。私、多分そうそうそう。で、アラさんはちょっと上なんだけども、あの、あんまりだから本当同世代感があるんで。そうですね、はい、全員が1年以内ぐらいのなんか差なんで、はい、はい、仲は悪いです。悪いですよ。、はい、悪いです。早いな、はい、やっぱりその4人で、尊敬するっていうか、あれなのは喧嘩させたいな。ああ喧嘩させたり、なんかこう黒い話好きな人なんで。なるほど、なるほど、引き出したい。本当は仲悪いんじゃないかみたいな。はい、そういうことか。生駒武士がすごい。が、たけしがって呼び捨てダメだ。サンつけるのか。生駒武士さんがやっぱりこう、すごい。そして毎朝俺こうやってますから。はい、武さんの良い方向に。ここがあの、ギャラの10%上納で収めてる。それやられてるな。そんなことやられてるの。兄さん、すいません、嘘です。なんか、このカメラ通して言いたいこととかあれば全然。なんなの、なんだろう。カメラ通して言いたいこと。カメラ通して言いたいこと。いやでもそれは昔もありますよ。何個生グレープフルーツサワーのグレープフルーツ絞らせたとか、お店のグレープフルーツなくなっちゃったじゃんとか昔はありますけど、今は別にないです、うん、はい、そうか、ほらか。何が分かったのか分かんないです。いや特になければ始めるか。そんな始まり方あったか。はい、はい、それではファーストラウンドスタート。
角取ってるから、僕はとりあえずまあもうあの僕オチプロですから、もうまだ決勝まで行ったことないんで、まあ、好きな騎手を抱いて沈むっていうのが僕のコンセプトなんで、今日は戦国乙女打っていこうかと思います。まあ一応スマスロで最近人気の騎手ですし、まあ昨日ちょっとへこんでる角台をまあちょっと打ってみて、まああとはどうなるか、野となれ山となれ精神で頑張りたいと思います。こっち側取った方がいいかな。まあとりあえずリセットの恩恵があるのと、まあ最近よく打ってるんで傷物語から行こうかなと。とりあえずファーストラウンドをクリアするための戦略になってます。バルブレイブが昨日奥の方が並んでるんですよ。でこの店バルブレイブめちゃめちゃ強いん でちょっとね、ドロップアウトなんで時間内に、出さなきゃいけないんで嫌だなと思ってたんですが、行きましょう。で6台並びって言っても台番とか島もまたぐんですよ。だから普通何台並びとかだと、例えば6台だったらここから埋まったりするんですけど、こっちの方に埋まってるのは結構多分そっちによるから、で、まあ、僕の読みよりも皆さんの読みの方が上だと思ってるんで、こっちに行きましょう。まあ、とりあえずこっちの方には座ろうと思ってるんですよ。昨日向こうに8台並びがあるんで、逆にここぐらいの方がいいですよね。もういいや、からくりやりますわもう趣味打ちですわこれ。もうしょうがないですもんこの番号だったら。本当に北斗打つつもりだったんですけど。はい、行きましょう。でも改めて、今日なんですけれども、まあ、過去、今10月なんですが、9月までは9の作りって大体5、6の6台並びが6箇所っていう傾向だったんですよ。でそれが、10月からちょっとやってるか分かんなくなっちゃったんですよ。まあ、皆さんいろいろさせてください。いろんな事情があって分かんなくなったんですけれども、まあ、おそらくやってるだろうと、予想できる、感じだったので、まあ、そういう前提で惜しかったな。はい、まあ、1ゲーム目で引いたら、ね、夢があるっていう。でやっぱりメインというか台数とかから考えたり今の人気から考えると、まあ、カバネリと、北斗で昨日が8台並びの日で、多分カバネリは1箇所、北斗は多分平田さん2箇所あったんですよ。めちゃくちゃ出てたん でそこを避けたところを狙いにしたんですけれども、私200日1番ということで取れずと。で、まあ、取れなかったってどうしようかなって。でバルブレイブここね、昨日も、めちゃくちゃ出てますし、元気なんでありかどうしようかなって思って、どうせ空いてないだろうと思ったら空いてたんで思わず取っちゃいました。で、手前3台埋まってましたよね。でこれって、まあ、僕、過去、カリさんとの番組かなんかで来た時にすごい調べたんですけども、結構騎手畑島畑、で、入りやすいんですよ。だから、普通6台並びって言うとそれこそ、角が6台目が人気になるはずなんですけれども、要は3台3台みたいなこういう入れ方するんで、多分角から3台埋まってたんですよね。でも絶対ではないんで、まあ、あとドロップアウトって出さなきゃいけない番組じゃないですか。なんで逆に言うと調査入れちゃえば残れるし、入れなかったら6でも無理です、はい。ちなみに昨日も多分奥の方に8台並びがあったんですけど、めちゃくちゃ出てます。あれあれこれそうっす、さっきの多分早いレアエクで有力解雇してなかったんですよ。でレアエクのタイミングで多分してまさに言ってたって言ったんです。惜しかったとか言って惜しくなかった。やったぜ。いや俺初めてです。ビビった。投資3本54ゲーム夢じゃないよこれ。本当にそんなレベルっすよ。よし、さあこれで超入れちゃえばもうファーストラウンド抜けどころかもう優勝が決まるぐらいの勢いです。いやあれだよ、朝一のレア役で直撃引いたんだよ初めて。うわいやでも超入れられなかったら一緒だからすげえなさあ緊張するよ、ここここ、まあ、オカルトとか何もしないですけどね。さあ普通に行きましょう。頼むぜ、これ終わったらダサいからね、違和感なしね。ちょっとね、ホール盛り上がりすぎて音が聞こえないんで音の違和感わかんない。マジやめてよ、せっかく直ったのに。よし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 、いくよ。ちょっとあっさり1ゲームで行ってもいいのよ。震えてる？震えてないよ。
頼む。嘘。嘘。継続継続。引き戻しにかけましょう。マジ？めったにないチャンスなんだよ。これで65です。で次が66、もうここで来なかったら終わりです。あー引き戻さなかった。悔しい。あーせっかくチャンスもらえたのに。でもねやっぱね、どんな入り方しようとちゃんと3回クリアしなきゃいけないっていうのは一緒ですね。やっぱチャンスもらえるだけ。ただ朝ねとんでもないラッキーな形でチャンスもらえたっていうところで悔しいですけれども、まあまあちゃんと引きましょう。正当ルートを通ってね、チャンスゾーン引いて、チャンスゾーンクリアして、ボーナス引いて、そのボーナスクリアして、AT 入れて、上位上げる。遠いな。で現状分かってる設定差は、リコポイント経由の、まあ、乙女アタック当選率。で一応強烈の時も、まあ、リールロック2段階以外でも一応抽選はするんですが、もう本当薄いんで、そこはなかなか参考になりづらいかなというふうには思っております。まあ、あとはやっぱり戻り効率にはさすがに設定差ありそうな気がするので、まあ、通常 A ばっかりいっちゃうなっていう台はちょっと粘れないかなっていうような感じなんですけど、まあ、今回は、まあ、まず3時間の勝負ということなんで、まあ、設定が分かる頃には敗退も決定しそうな気がするんで、いい方の設定じゃないとなかなか難しいと思いますね。おー、リルクイカット、セッター、よし。さあ一発目の青青、ちょっと厳しそうですね現状は。でポイントの抽選と、まあ、同時に 1% から 2% ぐらいの、まあ、設定差のある抽選も受けれるんですけど、まあ、2個とか出てきたら多分両方当選したのかなって思えるんですけど、1個出てきたらまあ普通に2個ポイントの抽選当たったって考える方が、まあ、自然です。現状は当たってなさそうです。おお、紹介どうなっちゃった。お、今日は強地フィーバーですね。2回目の抽選。あ、で赤で緑、これは多分当たります。さすがに大丈夫。これがへくってからの、はいはいはい、まあ演出は弱いですけど、チャンスアップも出てないですけど、出てないですけど大丈夫でしたね。さあさあさあ頑張りましょう。この乙女アタックを制することができればこの台は出ます。外はもう諦めましょう。王外は基本無理ゲーです。村雨以上、村雨で一発でも勝てるとマジでかい。いやいやいいよ王外。さあ癒やしちゃん勝てばエピソードボーナス。ここで小太郎を召喚する。当たってた、うん、ダメですね。昇格しろ、ダメ。さあ追い詰められてきましたが、信長を取る。頼む小太郎、小太郎昇格しろ。ダメだ、まずいな、手も足も出ない。さあ宇治政もエビボキャラですから、ここなんとか小太郎1回ぐらい、小太郎強地。はい、さあラストですね。お、やってきました。さあさあさあ、これ1個取れればボーナスをもらえるんで頑張りましょう。赤カットに来い。あ、まあまあ。お願い、ダメだ。
まあ、40% しかないんで。さあというわけで全敗なので、一応なんかここで戦国アツシンが出るとプレミアムオートメアタックっていくんですよ。256分の1で行ったことはありません。おし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 、オートメアタックの入りだけはいいんですけど、まあ 20% から 24% なんで、低設定でもまとまって当てちゃうことはあるんで、ここも参考程度ではありますが、いいでしょう。ここだ、いやさだん、よーし、マジか、熱い。ここは絶対取らなきゃダメです。マジでいきます。赤勝って、赤勝って、たーらだっ、お願い、マジお願い、あーやばい、やめて。なんだよ君強いね今日は。なんでよ、まあなんでよじゃないですけどね、負ける方が可能性高いんですけど、負けちゃダメなんだって。二律背反なんですよこの乙女アタックは。頼む小太郎、カムバック。あ、村雨なら、村雨ならありますが、 4.7% 引きゃいい。カットインでねえと思った。第3チャンスアップなし、きちい。いやー参りましたな、これは負ける乙女よ、敗北乙女です。これは間違えただけ、開かないか。よし、まあとりあえずボーナスでございます。440ゲーム、総投資が1万5000円で本日初ボーナスと。まあモードは A か、まあ特殊かっていうところですね。早いな、おい。さあ、まあ昇格の抽選も全然受けてない状態なんで、これで40ゲーム以上のボーナスだったら一応高設定の期待でアップと考えて良さそうですね。いきましょう。終了画面も普通なんで、こいつはまずいことになってますよ。はい、というわけで怖いですがカラクリサーカスを打ちたいと思います。もう梅谷さんがもう当たっちゃってるんで、ちょっときついですけど、私も早めに上位持っていかないとですね。うわ、打つのめっちゃ久しぶりだこれ。あ、熱い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 、疑似連来た。これ何連かしたらなんか AT 確定とかあったよな。寒いけど、まあでもとりあえずチャンスのは当たると思います。当たるはずです。はい、来たー。このね、終わって外れて部活出た時バンって叩き勝ちなんですけど、そこでプッシュボタン押さないと示唆が見れないです。いつも私やらかすんですけど、頼む頑張れ。こいつが本当ムカつくから、急にレプレイすら引けなくなるからこいつもうやめて。はい、ここで引けばいいだけ、ここでレアアク引いちゃえばいいの。もう何なのこれ5回中2回天国の子じゃん。この後の5回なのか、これが含まれてるのかわかんないですけど、含まれてるんだったら4分の2が天国ってことですよね。で次が天国の可能性大いにあるってことですね。よしよしよし、頑張ろう。いや、なんか割と見てて並びで設定入りやすいのかなとか思って、なるべくこう別の機種に近い方を取ってみたんですよ。でも周りに人いなくなっちゃったな困るな、そういうの。お、エピソード。未来。よし。強いよ。よし。よし。あ、揃った。プッシュ。珍しい。もうモードもクソもないじゃんって感じなんですけど。うわ、早っ。早っ。122ゲーム当たりました。
なるほど、このパターンで当たるのはちょっと予想外だけど、さあ受け取るのよ。降臨します。降臨の音です。この朝一一発目の AT 25% で降臨の儀っていう上位の枚数乗せの特化ゾーン行くんですけど、今の音鳴ったら行きます。いいですね、最高の滑り出しですよ。お前がそういうのを聞きたい。ただ僕この降臨の儀が日本で一番下手なんですよ。5、4、3、暦で取れば1000枚、あとはゾロ目で1000枚、他は単純な掛け算なんですけど、目指すは400以上の枚数を獲得すること。いや、これ取ろう。で次も取りたい。8、7、50、7なら最悪悪くない。3はもう分かんない。3取ったな。まあしょうがねえか。これで163枚 ?168 枚かな。で、必ず倍増します、ここは。はあ、第一でなるパターン。あ、プッシュ。これで EX で倍になる。で、この後も EX でこれがさらに倍になる可能性があるんですけど、まあちょっと AT レベルによるんです。400超えてると45%以上で倍増するっていう仕組みなんで、400超えてないから期待薄なんですよ。で、100引いたりしたらなんとか。いや、きついか。いや、僕よ、ルルの力を存分に発揮するがよい。あー、ダメか。はい、これで AT です。これね、まあ本当は普通の AT100 枚スタートからいいんですけど、やっぱ氷ってこの展開がね一番寂しいんだよな。強チェ、あ、強チェ、66%。あ、いったいったいった。これが大事。ただ下手なんだよな、これも。まあ、子役が揃えばアイコン獲得です。なるほど。バイク乗って。リプレイ。お、違う。おーおー、でかいでかいでかい。これが最大でしょ。さあ継続するか。もうね、正直オール子役させないとここ無理だから。あ、もう無理。はい、もう無理。まあでも61枚かな、やった方、まだやれた方。はい、終了画面もデフォートロフィーなし。まず引き戻すかどうかですね。レア役引いたら引き戻すかもよと。
はい、でどうすっかな、一応怪獣連チャンスオンループの可能性は一応ある。でも図柄揃いでしょ。まあちょっとよ、うん、150元まで見ますか。見ますか。まあちょっといい、次の移動先見ますか。多分あの人全然出てないのにめっちゃ楽しそうなんだけど。すげえ楽しそうに打ってる。割と挙動がいいの。俺朝一レアクイって行ったのよ駅、でも上位持ってけなくて、あ、まあ、まだわかんない。朝一天国スタートではないけど、まあ試してみる価値はあるけど、他に空き台がなかなかないんで、一応ゼロヤメの台なんですけど、まあ並び意識でこっちに移動してみようかな。怪獣連か、まあでもさっきのキョーベルかな。怪獣連チャンスオンループのフェイクにはいると思うんです、いたと思うんですけど、お天国だったらこのチャンスオンで必ず当たります。で通常シーンにいてもまあそこそこ1回目のチャンスは期待できる。はい、 80%、 はい、 100%。 すげえ簡単な展開ですけど、ここまでうまくはいかないですけど、モードと、まあ、チャンスオンループが絡んだのかなと、レア役の引きもあります。まあ良かった、持ち込んで当たったし、でも多分これ2回目の初当たりだから、まああんまりこの降臨はそんなに期待できない。だからまあ100、もう100枚スタートでしょって言おうとしたら、たまにあるんですよね、なんかよくわかんないけど。ありがてえ、いや今度こそ頑張ろう。でも本当に1000枚に乗せてみたいんだよな、うん、はい、3号取って、いや3号怖いな、じゃあ3、4号取ろう。左、よし、よしなのか、本当によしなのか。次4取るんだよ。よし、中、あー、あ、27、いやー少ねえぞこれ、ミニマムに近い。3取っちゃダメなんだよな。さあ EX が発動すれば話は別なんですけど、薄いんだよな。終わった、これなんだよな。まあまあそう簡単に1000枚なんか取れないんですけど、200か、
高設定差弱で駆け抜けちゃいましたけど、なるほど良さそうだ。ロックありがとうございます。さあ3投目の乙女アタック、ここ大事っすよマジで。乙女アタックの当選率はマジで9大点以上というかめちゃくちゃいいんで、70%以上あります。何も引かなくても70%ある。おたろー優しくして、ちょっと青かって嫌だな、ダメだマジで。あーよし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 、まずはボーナス1個ゲットなんで、もうここですよ、ここ取って最後ここで A 手当てられなくてもここでエビボ取って信長の出陣ボーナスと内股の出陣ボーナス全部引っこ抜いてやるぜ。さすがに無理、イエス頑張って。いやー守ってくるね要所を、ディロッコイするって言われる。はい決めてる、信長まではパワーを貯めろ、そうし貯めたパワーを欲しろ、せめて村雨以上、せめて村雨以上お願いします。小太郎ちゃん 40% だから3回目の勝負だからもういいんじゃない、60%ループで3連なんてしないよ、お願いします。ダメだズルはダメだよ、普段3連しねえんだから60%ループでズルはダメだからね小太郎。ずるくないですか、ずるいってそのやり方はずるい。じゃあいつも 60% ループで3連してね、今日から今日からずっと 60% ループは3連してください本当に。あー痛ってマジほっと痛い、これで帰りの新幹線で思い出すやつですよ、あの信長が取ってればってなっちゃうから、せめて内間さんなんとかなんないかな。カツケ意地を見せよう、無事無事いいすぎる。まあ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 、まあ、一発取ってますね。で一応これ300今14なんですよ、たまにボーナスストックなんでこれもう一個持ってるのかなっていう時、多分ゲーム数で当たってるやつが後ろに回ってる可能性があるとは思うので、まあそれにも期待しつついきましょう。はあ、なんですかねこれ、勝ったのに勝ったのに悔しさの方が大きいんだから、乙女アタックっていうチャンスは本当に面白い。いやセンスがねえな本当に。よしまずは AT やろう。内橋ちゃんの終了画面なんで、まあボーナス終了画面はモードを押させるって言われてますから、ちょっといいモードに期待しましょう。ここはは通常ステージスタートですね。そしてあどうしてなのかなこれは、本当に何も引けなくなるのおかしいだろって。ほらよし、400は絶対抜けないですね、さっきここは天井みたいになってますわ。いや頼むよ、ほんといい加減してくれ、マサルマサル。チャンス目引きます、
3万3000使いました、初当たりまで。エヴァの天井とあんま変わんないですよかった、とりあえずよかった。上位絶対持ってこう。お、どうしたどうした、何も引いてないぞ。逆に何何これ、やってんなーなんかよくわかんないよ、何も引いてないですよね、何なのめっちゃやってるわ。出してくれる気あんのかな、この台は。なんだよそれ、意味がわからないよもうマジで言ってんのあんた。無理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 。え、何これ。あー、だって天国知ってるもんこれ絶対に当てないと。ここ200枚ですよ、3万3000使って。さっきは期待できる。ありそうっすよね、なんか5だからこんなループしてる感じしません。おーおお、あそこ3回目だ。え、俺今日1,2,3で全部降臨してるよ。それでは今からファーストラウンドの結果を発表する。収支管理アプリ Pマネー登場。 Pマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。